昨年7月に急性虫垂炎の手術を受け、11月から体調不良を理由に芸能活動を休止中の中居正広さんが正月に入院先の病院から強行退院していたことや、休養発表前の異変を週刊誌女性セブンや女性自身が報じ、ネット上では様々な声が上がっています。中居正広さんは昨年10月に体調不良を理由に中居正広のキャスター中居等のレギュラー番組を欠席し、同15日には番組に復帰しましたが、11月4日に再び体調不良で休養することを発表しました。当初は1ヶ月で仕事復帰するとしていましたが、12月に個人事務所のんびり中居が公式サイト上で、体力、筋力の回復を図るコンディションまで整いませんでしたとして休養期間の延長を発表し、新しい年が始まる頃には活動を再開できるよう年内は静養いたしますとしていました。2度目の休養発表前には週刊新潮が、実は急性虫垂炎の手術と前後して別の病変が発覚したのです、それは盲腸のがんでしたという関係者の証言を伝え、中居正広さんは9月に盲腸がんを切除する手術を受けたものの、手術による体への負担が想定よりも重く、入院期間が長引いていると報じていました。女性セブンの取材によれば、中居正広さんは休養中に東京都内の有名大学病院に入院し、年末年始も入院していた方がいいと勧める人もいたそうなのですが、最終的にはそうした静止を振り切って退院し、お正月を住み慣れた自宅で過ごすことにしたようです。療養中のこの年始はさすがに遠出するわけにはいかなかったようですが、それでも慣れない病院で過ごすよりかは自宅に戻ることを選んだのでしょう。退院が一時的なものかどうかは分かりませんが、いずれにしろお正月に自宅に戻れたことには万感の思いがあるでしょうと芸能関係者が明かしています。実際に女性セブンは中居正広さんが正月に車を運転する姿をキャッチしており、自宅マンションから高級外車に乗って街に繰り出したと伝えています。女性セブンの取材に芸能関係者は、中居正広さんが11月の活動休止発表前後に再び手術を受けていたと証言し、当初1時間に満たないごく短時間で終わるはずが、いざ手術が始まると難航、数時間にも及ぶ想定外の事態だったそうですと明かしています。続けて活動休止期間を年内いっぱいとしていた通り、中居さんは年明けから復帰すると強く主張していました。一方で関係者の間では、病状は深刻で年内だけでは足りないという空気が漂っていた、いい機会だから春くらいまで少しゆっくりして番組改編期に動こうと諭した人もいましたと語っています。テレビ局関係者によると、中居正広さん本人が早期の仕事復帰を希望していて、もし休養の延長を進めた場合には中居さんのプライドを傷つけてしまう恐れもあるため、現在は VTR やコメントでの出演を模索しているといい、ファンやスタッフのためにも早く戻りたいと本人が強く望んでおり、周囲も中居さんの前向きな気持ちをおわび辞にしたいと考えていますとしています。女性セブンはこのように中居正広さんの現状と今後を伝えているのですが、女性自身は中居さんが休養を発表する前の様子を伝え、10月末のことですがテレビ朝日局内で中居さんを見かけました、よろよろと歩くのがやっとという感じで、関係者に支えられていたのですごく印象に残っていますと某制作関係者が明かしています。中居正広さんはその日、中居正広のキャスター中居の収録に参加するためテレビ朝日に来ていたそうなのですが、表情も暗くやつれていて、どうしたんだろうと心配になりましたね。楽屋の前を通ったらドアが開いていて、声は聞こえませんでしたが中の様子が見えたんです。中居さんの周りの4から5人のスタッフが全員涙をこらえているかのように天井を見上げていました。今思うと休養に入る前の別れの挨拶をされていたのかもしれませんと語っています。これらの報道を受けてネット上では、年末年始の一時退院はよくあることなのに焦りってひどい報道、さすがに主治医の許可なしでは退院できないからね、変な書き方してんじゃねえぞ、完治するまで静養した方が後々後悔しないと思う、ゆっくり休んでてほしい、今まで頑張ってきたんだし痛々しい姿も見たくない、みんな待ってるからゆっくり休んで、焦ったらダメ、1年くらい休んでいいんちゃう、死んだら終わりだよ、真偽は不明だけど気になるのは未だに復帰する様子がないこと、
中井ほどの大物が術後2ヶ月経過しても復帰の目途が立っていないというのは心配。この痩せ方から見て胃を切除した可能性も拭いきれない。胃がんのステージ3以上のスキルスが見つかり、胃の全摘出等で物が以前のように食べれないとも考えられる。まだ50代で若いですし、なんとか完治してもらいたい、などの声が上がっています。中井雅宏さんの異常な痩せ方や、9月以降に2度にわたって手術を受け、その後も入院生活が続いているとのことから、がんの転移も発覚したのではないかなど、様々な憶測が飛び交っています。ただ本当にがんが見つかったのかどうかは不明となっており、中井雅宏さん本人は病名を公表していません。ザ・世界仰天ニュース等で長年共演しているタレント落語家の笑福亭鶴瓶さんは12月にニュースサイトニュースポスト7の取材に応じ、最近はマネージャーを通してしか連絡を取っていないけど、マネージャーも大丈夫って言ってました。年末いっぱいは休むけど帰ってくると思いますよ。大人の男同士で付き合いも長いから、わざわざどやねんとか聞いたりしないけど、ご飯も食べてるって聞いてるし、中井はもう時期帰ってくるから心配することはないですよ。頼りのないのは良い頼りですよ、などと語っていました。中井雅宏さんは周囲への気遣いを欠かさない方で、余計な心配をかけたくないとして気丈に振る舞っている可能性もありますが、複数の週刊誌が報じているような深刻な状態ではないと思いたいですね。そして年が明けたものの現時点で今後に関する発表はまだないのですが、いずれにせよ体調が完全に回復してから徐々に活動を再開していき、再び休養といったことにならないようにしてほしいです。和田アキ子が8日司会を務める TBS 系アッコにおまかせに生出演、7日夜のラジオ番組に出演したタレントの中井雅宏にパワーを送った。番組では日本放送の藤ヶ谷太輔ピースフルデイズに中井がサプライズで登場し、ほぼフル出演したことが紹介されたほか、関係者の証言として今月中のテレビ番組復帰についての言及があった。和田は去年いっぱいは休養するみたいなこと言ってましたけど、こうやって出てくるってことは元気になられていると胸をなで下ろし、すぐに復帰は無理としての徐々にということを思うと、ファンの人や業界にも待っている人はいっぱいいるんだからゆっくり直してほしいですね。でも元気になったとわかるだけでも、中井くん頑張ってとガッツポーズ、カメラを通じて中井を勇気づけた。中井に3月に開催される野球世界一決定戦ワールドベースボールクラシックの公認サポーター辞退という情報が流れている。中井は日本野球機構から史上初の侍ジャパン公認サポーターに指名され、過去2回連続で公認サポーターを務めてきた。中井は病気療養のために12月いっぱい休養を発表、三が日には自宅に戻ってましたからね。3月の WBC には間に会うと言われていたんですが、事態の可能性が高いそうで病状が心配ですとスポーツ紙記者は言った。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。